はい、ということで、はい、本日も始まりましたけれども、なかなか楽しかったですね。暴れ20周年許されざる暴れ見てきたんですけれども ね、その直後で今我々、ね、バルトライブ過ごしたりしてるんですけど、そう風も暴れちゃってるからね。すごいですね、バルトライブ暴れで、どうですか、ちょっと軽く一言、20年前の良き部分をしっかり踏襲して、で、今回の暴れに関しては、そのなんていうか、今の時の、まあ、ちょこれぐらいで、ね、SNS とかさ、活発というか、そういう今時の、その20年経った今の世と20年前の良きみたいな融合してる作品やなって、そう思って。そうですね、隣ヤスいたからさ、ほんまさっきも言ってたけどさ、マジほんまさ、途中としても泣きそうなんねんけどさ。いや泣く、マジで。 それをさ、これこらえるのに必死やん。いや、わかるな、もう。なんなら、やっぱあのメンバーが集まっただけで、そう、本当に泣きそうになる。そう、すごいことじゃない。だってさ、役者辞めてたりとか、そういう人とか、俺やったら愛子ちゃんとか、20年ぶりに。そうなんですよね。相変わらず綺麗かったな、でも愛子ちゃん。綺麗でしたね。すぐ綺麗。俺たちがイエロー好きなんだ。アマレンジャーが20年前やってて、で、当時やってたことが今はこういう風に見られるみたいな。だから俺たちとかもあの時やってたことが今はどういう風に思われるかって、あんま深く考えないじゃないですか。そうですね。だからなんかそういった意味でもなんかやっぱ考えさせられたし、アマレンジャーって言ったらやっぱ結構アマレキラーのね、やっぱあのシーンが結構問題になったりとかすると思うんですけれども、大体みんな名乗りますけれども、名乗り待たないで、あの、ね、それが今回またね、ちょっとね、聞いてきたりとかするし、もうね、言いたいことはとにかくいろいろある。あとはやっぱりそのショウ君とカレンさんのあの2人のシーン、やばい。なんかあそこ良かったよな。めちゃめちゃ良かった。もうちっちゃい頃のね、やっぱその思ってたことだったりだとかが、やっぱりトラウマ的要素とか、ね、そう。そのトラウマ、でもそのトラウマが実は力を与えたりとかもしてるっていうね、戦隊、やっぱものだったりだとか、やっぱりその子供の勇気だったり力だったりだとか、そういったことがもうギュッと詰まってて、さらにシュールな笑いがいろんなところに散らばられてる。めちゃめちゃシュール笑いが多かったから。いや、これ見てほしい、みんな。見てほしい。知らない人でもこれ面白い。あ、そう。俺も正直、アバレンジャーズ全部見てるわけじゃないから。もちろん 何作か見てるよ。俺、アバレキラーのオーディション、最初オーディション行ってる。あ、そうなの。そう、俺だから最後まで残って、最後の4人まで残って、落ちた人よ。マジで。結構ね、やっぱね、振り返っての結果もしてくれるんですよ、その映像の中で。そう。だから、何も知らない人とかも見れて楽しいし、もちろん知ってる人はより面白い。ということで、ぜひ皆さん見てください。はい、これね、あの、映画行ったら、あの、なんか作れるのよね。はい、ね、さあ、ちなみに、ね、当てる、何色やと思う？わかりました。俺やっぱブルーやから、ブルー。いや、俺赤やから。いや、同じ考え。じゃあ、水さん、せーの、ドン。何色？なんか、しげちゃん笑ったり、何赤で青。おぉ交換しようすごい。ショー、飛び賞ゲットしたぞ。でもね、つまって俺、ショーの先輩なんだよな、これ。じゃあ、これは出たままで。出たままで。もう一回行って、逆に俺、暴れっ子をゲットしますわ。そうやな。それもあるよ。はい、ということで、僕はまさかの、でも逆に僕はレッドやりたかったから、レッドをゲットしました。はい、ということで、僕は小中の先輩のショー君をゲットしました。ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。